このゲームが始まってから1ヶ月が過ぎ、第一層を突破できていない。そして今日ようやく第一層ボス攻略会議が行われる。はーい、今日は俺の呼びかけに応じてくれてありがとう。はい、とはいえも冗談でか。俺たちはボスを倒し第二層に到達して、それが今この場所にいる俺たちの義務なんだ。そうだろう、みんな。それじゃあ早速だけど、これから攻略会議を始めたいと思う。フロアボスは単なるパーティーじゃ対抗できない。あんたもあぶれたのか。ボスは一人じゃ攻略できないって言ってただろ。今回だけの暫定だ。あったわいはキバオってもんや。キバオさん、君の言うやつらとはつまり元ベータテスターの人たちのこと。その後もずーっと知らんぷりや。そいつらに土下座させて溜め込んだ金やアイテムを吐き出してもらうな。あんたの言いたいことはつまり元ベータテスターが面倒を見なかった。このガイドブックあんたももらっただろ。もろたで？それが何や？配布していたのは元ベータテスター。それがこの場で論議されると俺は思っていたんだがな。それによるとボスの名前はイルファング・ザ・コボルト・ロード。4段ある HP バーの最後の1段が赤くなると。金は全員で自動金と割り、経験値はモンスターを倒したパーティーのもの。では解散。結構うまいよなそれ。座ってもいいか。本気で美味しいと思ってる？もちろん。まあちょっと工夫はするけど。工夫？クリーム？やるならコツを教えるよ。じゃあ何のため？私が私でいるため。たとえ怪物に負けて死んでもこのゲーム。せめて明日はやめてくれ。分かってる。俺が奴らのポールアックスをソードスキルで跳ね上げさせるから。勝とうぜ。行くぞ。G って誰だ？早すぎて剣先が見えない。俺が出る。ダメだ。ベータテスターだったら分かるだろう。みんなのために。じゃあまたな、クライン。他のプレイヤーたちを見捨てなかった。俺ができなかったことをあんたはやろうとしたんだ。私も頼む。スイッチ！
見事な剣技だった。コングラチュレーション。なんでや、なんでディアベルハンを見殺しにしたんや。自分はボスの使う技知っとったやないか。きっとあいつ元ベータテスターだ。手で隠してたんだ。このままじゃみんなのために。おいお前。俺をあんな素人連中と一緒にしないでもらいたいな。レベリングのやり方も知らない初心者だったよ。でも俺はあんな奴らとは違う。ボスの刀スキルを知ってたのは他にもいろいろ知っているぜ。な、なやそれ。そうだそうだ、チーターだ。ベータのチーターだからベータだ。待って、それとも読み方は違った？どこで知ったのよ。その下に何か書いてないか？なんだ、こんなとこにずっと書いてあったのね。ならあなたは？